出た出た出た、はい、1、2、3、4、5、6、もし顔見してください。今日は出る。そうですね。この出が少ない、ここで少ないとやっぱちょっと心配ですもんね。何個あったの？12、3ですかね。6、7。全部で。うん、ここで7個、さっきが6個。6個、7個。13。昨日夕方5時ぐらいにお邪魔して、今朝までの間で、おしっこどうですか？おしっこ、これこんな感じ？ここにおしっこがあって、これうんちで、で、おしっこの拡大がこんだけ。あ、そ、あ、それね、うん。ちょっと茶色っぽい色のやつね。そうです、そうです。はい、ちょっと少ないかな、うん、入れた量にしちゃう。そうね、60ぐらい出てくれてたらいいんだけど。でもまあ、結構ありますよね、それだと。うん、ちょっと触らせて。はい、じゃあスーパー光線照射持ってきて、ここも3本、はい、OK、吸収してそうだから点滴しますね、はい、反応しましたね。そうですね、はい、いいですか、はい、じゃあ目隠しして光線照射してね、はい、胸もお腹も、それからお口も、うん、空付きが良くなったのは、ここが病院にお邪魔した後、あと、うん、空付きが全然違う、良くなった。あ、昨日も空付き良かった。良かった。あ、うん、でも相変わらず一口の量は少ないんですけど、うん、たくさん入れちゃうと落ちちゃうので口から。あっちも一番食べてる。今食べてます。はい、じゃあ今日もちょっともう一回治療しますね。これでまあ体重が、明日の朝の体重が気にしてもらって、ちょっと様子見で、まあ、減ってなきゃね、いいですから。やっぱりガバッと減るときはちょっと早めにしてもらった方がいいかもしれないですね。お、ほんで13、14個目。14、15個。はい、15、16個。全然違うよね、昨日と入れ方が。もう3分やって、次ですよ、はいはい、うん、まあ普通の体勢でもいいよ、うつ伏せにして、はい、胸、お腹、口、それであとどこだったかな、この辺にミスです、はいはい、ここか、ここにちょっとしこりがあるから、そこもね、すごいね、だって昨日ってもう夕方だよね、治療さん。はい、5時過ぎぐらい。あ、今までもあの病院にお邪魔して1日2日は食いつきはいいので、うん、これが続くといいんですね。そうですね。
さん。うん、どこでもいいよ。どこでもある、あるんだわ。だとりあえず1本押し切れ。欲しい。どっかに隠れてないか、1本。またようさん出たね、違う。はい、じゃあ止めてください。はい。はい。なんかこれ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 。うんちがたくさん。すごい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2先に来て16ぐらい。16。すごいね。でもここにも4つぐらいあるので、30ぐらい。30。長田さん、このでかいシリンジ、針外してると開けといて。怖い。総合ビタミン剤、心臓肝臓を元気にする薬。エンドフロクサシン抗生剤。メトプロプラミド、胃腸を出す薬。ご飯食べる。頑張ってくださいね。痛み止め、ブプレノフィンと。もうちょっと、もうちょっと。ごめんね。点滴の吸収を薬。あ、これラスト。消炎鎮痛剤。よしよし。やれやれ。やれやれ。やれやれやれ。じゃあ、ここちょっと。触るとすごいね、骨だね。うん、そうですね、ここの辺 ね筋肉、動きます？どんな動かないですね、足がやっぱり不自由なんで、うん、動けんよね、うん、まあでもちょっとでも動かんと筋肉どんどん落ちていっちゃうから、ね、まあ毛布の上に出して動いてもらおうか、うん、そうですね、足場がしっかりしんと動けんもんね、多分踏ん張れないか
ち伏せにしてください。まださっきのラクサ君食べてるでしょ。食べた、今日よく食べてきた。怒ってる怒ってる何とかつってる感じだ。怒らないで。はい、はい、じゃあ、はい、ごめんなさい。パウダーかけすぎて。すごいレディーパウダーって。すいません。じゃあ、まあ、あの点滴とかは様子見てね。はい、じゃあ今日の朝体重があれで、うん、夜の体重測って、うん、でまた明日の朝の体重ですわ。が、あの今日ぐらいあれば。ああ、はいはい、うん。いいんですけど。今日の朝ぐらい、明日の体重があれば。うん、そうそうそう、明日の朝ね、1200いったっけ、15。うん、やっぱ要は今日と変わりなければ明日の朝がってことですね。そうそう、そういうことです。わかりました。そうは増えんと思うんだけど、うん、変わりなければ。で、それが、だから朝一の体重が一番私知りたいんですよ。うん、そこがガクッと減ってると、うん、ちょっとその日か次の日来た方がいいかなという感じですね。すいません。はい、お願いします。